ね、あの本領発揮できるようなね感じのシチュエーションってなかなかないと思うんですけど、意外と乗りやすいですね。ミッションもですね、あのストレスなくカチッカチッと入りますし、ハンドルがねこれものすごくこのステアリング昇降系でゲームをしているような感じのね、あの感じの感覚なんですけど、面白いですね。エグゾーストもいいですね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はポルシェ 996GT3 のご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですねポルシェの GT3 のご紹介ということなんですけれども、こちらですね、ライトを見て分かる通りこれ996タイプのものになるんですけど、もともと GT3 っていうのはですね、911カレラのですね、かなりスポーティーなあのレース仕様のようなですね感じの車という印象が強いかなと思うんですけど、さらにそれをですねワークスカーのような形で仕上げられた車ということになっておりまして、見るからにですねもう車の形が GT3 とはいえ、まあ、ポルシェであることは当然わかるんですけど、ちょっと普通じゃないよねっていう感じの佇まいというかね、ルックスになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろんなですねこのカスタムというか、車の仕様自体が変わっているということなんですけれども、こちらはですね、この RSR というところにですねワイドボディキットっていうのがまず一番大きなところで、まあ、これだけでですね約400万円というのがですねかかっているような形になってまして、この横のですねこのオーバーフェンダーっていうのがもうえげつない感じのですねものになっていて、よくそのGT カーっていうのがですねもちろんその市販車をベースに作られているというところで、まあ、街中でも見たことがあるかなという車があのすごいオーバーフェンダーになってたりあのベタベタになってたりとかですねリアウィングがついたりとかして、まあ、似て非なるものというのがですね、まあ、そのサーキットなどで見ることがあると思うんですけれども、まあ、そういった車にナンバーをつけているというような感じの印象ではないかなというふうに思っております。バンパーもですね、社外品のものに多分変わってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、もう見るからにですねフロントからのイメージっていうのも大きく変わってるかなというところですね。で前のリップスポイラーもですねカーボンのものになってるんですけれども、この下はですね結構ちょっと剥げた跡があるというか当てた跡があるというか、もうかなり車高も低いんで、あのある程度スポーティーな走行をしているともうこうなることもやむなしというところじゃないかなというふうに思いますね。あのものすごく綺麗な状態で、この車を保管しているというよりはですねどちらかというとあの結構スポーツ走行とかですねあの運転することそのものを楽しむという方が、この車をご関心いただける方になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういった方にとってもですね、この、仕様がどうかとかって気に入っていただけるこの状態っていうのをですね、この動画の中でこう掴んでいただけるといいかなというふうに思うんですけど、まあ、もちろんノーマル前とした車がいいという人はですねあの最初からあのこの車をご関心いただくことはないのかなというふうに思うんですけれども、タイヤもですねもうこのオーバーフェンダーにきちっと合った形でですねあのかなり太いタイヤが入ってますね。これ T0 履かれてますけれども、サイズがですね235-40-18ということになってて、後ろはさらにですねあのぶっといタイヤが履かれているという感じになってますね。まあ、ホイールもですね、こういったまあ、純正とは違う感じの社外品のホイールという感じになっているんですけど、ポルシェのマークが真ん中に入っているという感じになってますね。で、横見ていきたいと思います。ここもですねこの横のサイドステップは多分そのままノーマルになってて、この上からこのワイドフェンダーのものがついているという感じになっているのかなと思いますね。ここにですねなんだろうなステッカーの跡みたいなのがあるんですよね。ひょっとしたら
こういうそのサーキットとかで、まあ、そういったそのステッカーなどを貼られてたようなことがあるのかなというような感じですかね。後ろはこれすごいな、これこれはスリックタイヤなのかな、すごいタイヤが後ろ履かれてますね。後ろはサイズが295-30-18ということになってて、ちょっと常人では、まあ、あの普通ではこう見ることがないタイヤの、ね感じのパターンではないかなというふうに思いますね。で後ろ見ていきたいと思います。このリアウィングもですね、これもね確か140万とかするようなウィングというふうに聞いてまして、これもですねただにポン付けしたものではなくて、ちゃんとダウンフォースなどを意識した本格的なものということになるんじゃないかなというふうに思いますね。で助手席から見ていきたいと思います。こっち側も少しねなんかこういうふうにステッカーの跡みたいなのがあるんですよね。この辺りもどうですかね、そのポルシェをその運転することを楽しむ、サーキットで走ることを楽しむという方にとっては、まあそこまで大きなものではないのかなというふうに思うんですけど、これをですねより綺麗に仕上げていくっていうふうになってくると、この辺りもですねちょっと綺麗に直すというのをするといいのかなと思いますね。これも面白いですね。ここの給油口のところが多分こう丸くなってるはずなんですけど、このオーバーフェンダーをつけるためにここ切られてるんですよね。こういったのもかなり本格的に仕上げられているような感じではないかなと思いますね。はい、内装を見ていきたいと思います。うわすごいですね。これももうバケットシートになってて、これもですねかなりこのフルバケットなんですけど、ただもう完全なレースっていう感じではなくて、少しこう中が革のシートとかになってるんで、少しねストリートを多少意識しているような感じの仕様ということになっているかなと思いますね。ちょっと乗ってみたいと思います。スポッと入る感じですね。中のですね、シートの状態自体は革が結構柔らかい感じの革になってて、乗った時のですねこの革の匂いっていうのがなんかすごい心地いい感じの匂いですね。乗った感じですね、こう車内もこの革の匂いにこの満たされているような感じで、不快な匂いって全くないですね。でステアリングはもものステアリングになってるんですけど、めちゃくちゃちっちゃいですね。もう一応こうやって見るとなんとかこの5連メーターの真ん中3つが、まあ、見えるかなという感じのですね、なんですけど、これもかなりねスポーティーな感じの印象ということになるかなと思いますね。でシフトもですねこの白の、社外品のシフトになってるんですけれども、これもですね、ここにシフトパターンがこうやって書かれてますけど、ここもね武骨にこういうふうに紙で書かれてますけど、これ多分車検用にここにつけてるんじゃないかなと思うんですけど、これもねシフトパターンをきちんとしたものにここに付け替えるっていうのもあるといいのかもしれないですね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。おマフラーはですねこれクライスジークのマフラーが、付けられているということなんですけれども、音もですねポルシェらしい感じのドロドロドロっとした感じのね水平対向の音がしますよね。すごいね心地いい感じのエグゾーストーンじゃないかなと思いますね。ナビゲーションがですね社外品のナビゲーションがここにつけられてるんですけれども、これはですね一応実用性に耐えうる感じのものになってるかなと思います。あとは、GPS レーダーがついてるのかな。で走行距離が今7万キロ弱ということになっているんですけれども、まだまだですね、この機関系などは不安に感じるような部分というのは特にないのかなというような感じですね。内装自体は全体的にはですね、まあ、なんて言うんでしょうね、こう
こういったパネルの部分のちょっとしたくすみとかっていうのとか、このシフトブーツのちょっとしたやれ感だとか、多少のものっていうのはあるんですけど、ただまあこの車の全体的なですね、年式だとか、あとまあサーキットとか、まあそのスポーツ走行っていうのをベースに考えられた場合には十分な許容範囲の内容ではないかなっていうふうに思いますね。まあ、こういった車で、まあ、あのちょっとも下をすることすらしないというような感じで乗ることってなかなか難しいと思うんですけど、まあ、そういった、観点から言うと、まあ、十分な、内装のレベルではないかなというふうに思います。はい、エンジンルームをですね見切っていきたいと思います。エンジンルームはですね、まあ、特段多分これノーマルから大きく何か変えてるっていうことは、見受けられないような感じかなっていうふうに思いますね。まあ、特に、まあ、排気系であったりとか、まあ、外装面とか足回り、これ足回りはこのダンパーもですね社外品のものに変えられているというふうになってますので、基本的には出力というよりは、まあ、そういった排気系だとか足回りっていうのを強化しているというような感じになっているのかなという印象ですね。はい、それではですね走らせていきたいと思います。ちょっとね山の中に入ってきていきなりちょっとね小雨が降ってきた感じなんですけど、まあペースを抑えめにしながらね乗ってみたいと思います。まあ、GT3 のですね、まあ、996型のものになるんですけど、今のその GT3 もすごいんですけど、今マニュアルっていうのがもう全然発売そのものがなくなってしまってるんで、こういったその GT3 をマニュアルで楽しめるっていう車っていうのがそのものがすごく選択肢が狭いという感じなんですけど、まあそういう意味ではですね貴重な GT3 ということになるんじゃないかなと思いますね。まあこの車の場合は、まあ、いろんなそのカスタマイズをまあされてて、サーキットでこう楽しめるようなですね感じの仕様になっていると思うんですけれども、まあ、こういったそのワインディングでは、まあ、ちょっとね本領発揮できるようなね感じのシチュエーションってなかなかないと思うんですけど、意外と乗りやすいですね。ミッションもですねストレスなくカチッカチッと入りますし、まあ、ハンドルがねこれものすごくこのステアリング昇降形でゲームをしているような感じのね感じの感覚なんですけど面白いですね。
構もっとなんかこうサーキットとかでベタ踏みしてみたいような感じもありますけどね。全然やっぱりこのぐらいの速度域だったらもう本当に荷重の移動とかないのも関係なく、もうハンドルを切ったらそのまま曲がってくれるっていう感じですよね。いや、これはどうでしょうね、こうサーキットとかそういうのを趣味にしてる人、まあこの車をベースにいろいろこうやっていくみたいな感じの人がやっぱり、まあ、こういうこの車と縁が出てくるのかなっていう感じですかね。ただまあカリカリの感じっていうだけでもなくて、例えばこのバケットシートにしてもこの下が本革シートになってたりとか、あのナビなんかもつけたりとかもしてるんで、一応こうあの後ろもねロールバーが入ってるわけでもないんですよね。なんである程度こうタウンユースでも使えるような感じの車というところもあるんで、まあ、趣味性とかその競技とかに特化するわけでもない仕様っていうところもあるから、もうちょっと幅広くそのユーザー層が見込めるのかなっていう感じもありますね。はい、いかがだったでしょうか。ポルシェのですね、996タイプの GT3 のですね、ご紹介をさせていただきました。一般的なですね GT3 とは一線を画す、内容ではなかったかなというふうに思うんですけれども、このポルシェに乗るという方の中でもですね、最新の GT3 であったりとか、そういう方乗られている方でも、あの高速に1回も乗ったことがないという方も弊社のお客様では中にいらっしゃって、本当にね傷一つないというような感じのですね、GT3 というのも、こう見たこともありますし、この YouTube の中でもご紹介させていただいたことも、何度もあるかと思うんですけど、この車はですね、もともとはやっぱサーキットで、より速く走るというですね、まあ、その一点においてストイックにですね、この磨き上げられてきたっていうのはこの GT3 じゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、そういった意味ではですね、この996タイプであっても、本格的なですね、あのサーキット仕様とかっていうのに耐えうるようなですね、この車というのがこの今回のご紹介した GT3 じゃないかなというふうに思います。私もですね、昔本当にその峠で走ったりするのがあの何よりも楽しいというふうに思えた時期って、まあ、学生の時になると思うんですけどあったんですよね。まあ、その時ってあのインテグラタイプ R とかに多分乗ってたと思うんですけど、あのほとんどね、あの街中で走るというより常にこうサーキットじゃないけど、まあ、ああいう峠とかで走ることが楽しいという、一人で走っても当然楽しいというふうに思いましたし、なんか最後ら辺はですね、あのこう手袋とかまで買ってたと思うんですよね。でそこで本格的になんか極めたいみたいな、ね、感じのものがあったりして、速く走ること、特にその、ベストモータリングとかね、まあ、そういった車などあのビデオとかね当時見たりとかして、まあ、どうやったらより速く走れるかみたいなものをね研究した時期っていうのがあったんですけれども、その時って外装がどうとかっていうよりはあのやっぱり機関系だったりとかですね、まあ、そういった速く走るためのこと、 LSD をこういうふうに変えるとあのよりクイックに曲がれるんじゃないかとかね、まあ、そういったものに関心が、すごく向いてた時期っていうのがあったんですけれども、ポルシェの GT3 を乗っている方でもですね、そういうふうに傷一つなく保管している人もいるかと思えば、以前ねこんなこともあったんですよね。普通の GT3 から GT3RS に乗り換えられた方がいたんですけど、あのサーキットで1秒のタイムを縮めるっていう言い方をしていたのと、あとね9000回転まで一気に回るエンジンという言い方をしてたんですけど、普通街中ではまずそういった走り方ってしないと思うんですよね。まあ、そういった、より速く走るということにね視点を置いた時に、あのこういったねベースの車というか、あのこういったもので、趣味とかあの自分のこうやりたいことを実現させるための道具というような、ね、感じの選び方にもなってくるんじゃないかなというふうに思います。あの
多くの人に、ね、こう受け入れられる車ではないのかなというふうに思うんですけど、まあ、その中でもですね、こういった仕様にあのなっている車っていうのに、ね、関心いただける方も中にいらっしゃると思いますので、まずはですね、お問い合わせをいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。